いつもどうす、中野ファームです。今日はオーレックのウィングモアの紹介をしていきたいと思います。私も10年前ぐらいのモデルをずっと草刈りの時は使っているんですが、今回メーカーさんよりデモ機をお借りしたんで、これ紹介したいと思います。10年以上経ってどれぐらい進化したのかちょっと見ていきたいと思います。タイヤではなくてクローラータイプです。私が今使っているものはタイヤタイプなんで、まあ、クローラーだとこう雨上がりの柔らかい工場あぜなんかも、楽々、まあ、抜からず進めるというふうなことだそうです。まあ、細かいところを見ていきたいと思います。草刈り終わった後に毎回洗えばいいんですけど、なかなかそうもいかないので一回交換します。このカバンがやっぱり腐ってきて、この辺の金属の付け根が全部取れてきたりして、腐ってしまうっていうふうなことがありました。このカバーも、ただの鉄ではなくて、まあ、耐久性のあるような金属を使ってるそうです。厚みもあります。はい、この辺もそんなしょっちゅうカバーを交換しなくても大丈夫になるのかなというふうな気はしてます。あとはここですね。この前輪が少し、角度変えられるようになってます。まあ、あぜによってはやっぱりまっすぐ行かないというふうなことがあると思うんで、まあ、あぜなんかに合わせて状況に合わせてここを緩めて、角度を変えるっていうようなことはそうです。6ピンを抜いてみたんですが、そんなに振れ幅は大きくないです。この分、本当にこの分のスペースはわずか左右に1センチ動くか動かないかぐらいですね。角度にするとまあそんなに大きくは動かないと思うんですが、まあ、これだけちょっと動かしただけでもやっぱり 100m200m と、まあ、互い距離ですね、行けば結構な、振れ幅が変わってくると思うんで、この辺の微調整で、作業しやすいように調整するというふうなことだそうです。はい、で前輪にはこういうふうなスパイク、まあ、これは前からあったんですが、ずり落ちないように金属がついています。はい、して高さは4段。私も以前は結構低めに買ってたんですよ。2とか1とか、まあ、その方が買った後スパッとしてとても気持ちが良かったんですが、まあ、それをするといかんせん石の多いあぜなんかでは、中の刃のところが欠けてしまったり、まあ、中の刃を押さえるボルトが飛んでしまったり、さまざまなトラブルがありました。で意外と鷹狩りをおすすめしてるそうです。低く刈ってもすぐ伸びる。でなんか成長点の草の成長点の違いらしいんですが、でそうやって機械を壊すリスクを犯すんだったら、まあ、高く刈っても意外と、草は早く伸びないというふうなことだそうです。前後前に3段後ろに1段ですね。この3にするともう普通の早歩きぐらい結構速いスピードで動きます。どっちかというと移動用だそうです。で2にすると、まあ、普通に歩くぐらいのスピード、1はやっぱり草が長くてちょっと歩きにくいようなところなんかは1で刈るといいと思います。でこのバックギア、これもトラックの、まあ、上げ下ろしの時などに使います。結構これあると便利です。旋回の時なんですが、このままだとクローラーの接地面が長いんでなかなか、旋回できません。こんな感じで動きにくいです。旋回しやすくするような機構がついてます。これ一回持ち上げます。バチャン、そうすると後ろが浮きます。はい、で前の1点だけで、支えているような感じになります。でこのまんまこうすると簡単にくるくる回せます。はいはいはい、してこれを解除するときはこの手元のレバーを軽く下に押すとつきます。で一連の流れはこうやって前タイヤを上げる、前輪を上げる、で自動でロックになるんで旋回して、あとは
手元のレバーでここのレバーで落とす、まあ、これだけです。はい、まあ、最初クローラーというとやっぱこの旋回しにくいんじゃないかなと思ってたんですが、まあ、この機構があれば簡単にくるっと回せるかと思います。はい、見ての通り、草の高さが1メーター2、30ぐらいあります。こうやっていきたいと思います。まあ、ここはちょっとスピードを1まで下ろしていきたいと思います。まあ、どれぐらいパワーがあるか、エンジンのパワーがないともうこれぐらいの長さのやつはもうエンストしてしまうんで、まあ、この草もどれだけ刈れるかちょっとやってみたいと思います。で、高さは一番高くして刈りました。あんまり下の方だとエンストしてしまいそうになったんで、でもまあ全然エンジンのパワーは負けてないです。これで綺麗になればすごい上等かなというふうに思います。端っこまで来ました。よくあるのはこのここで旋回を失敗して、機械が厚から落ちて大変な目に遭うやっと引き上げるというようなことが私も何回も経験あります。はい、さあここで旋回はどうかやってみたいと思います。前をガチャッと上げてロックさせて旋回、まあ簡単に回れることができました。結構、まあ、タイヤよりふらつかないんでいいかもしれません。その通り往復して買ってみました。このクローラータイプって初めて使ったんですが、これ使う前までには、タイヤで十分だろうと、まあ、クローラータイプだと値段も高くなるし思ってたんですが、クローラー使ってみると大変いいなというふうにちょっと心変わりしました。っていうのはここ転作弁で、まあ、大豆畑なんですが、あぜ塗りなんかしてないんで、このあぜの表面もすごいボコボコしてます。そして、草も長い、草が長いとこうやっぱり左右に取られる、草に機械が取られやすくなるんですが、タイヤだとこのクローラーを使ってみるとやっぱり走破性があるんで、草に負けずこうグイグイいけたのがやっぱり楽ちんでした。はい、やっぱり人も楽なのかなというふうに思います。こう頑張って左右にバランスを取ることないんで、まあ、ドンと機械に後を任せてちょっと軽く押さえるだけでいくん でそこはクローラーのいいとこかなというふうに思います。あとはクローラーやっぱおすすめするのはこういうちょっとあぜがボコボコしているようなところ、あとは柔らかい田んぼがどうしても、まあ、雨上がりに草を刈りたいと安定して刈りたいとか、あとはちょっと長めの草のところをぐんぐん進みたいという方にはやっぱりおすすめなのかなというふうに思います。これがあったらいいなと思うこと、積載して運ぶとき、まあ、このままだとこのまま、まあすごい短い距離だったらまあ大丈夫だとは思うんですが、クローラーでこうブレーキになってるんでそう簡単には動かないんですが、やっぱ紐で縛った方がいいと思います。で紐で縛るときにこの辺によく管理機なんかについてるこの少しくるっとした金具のようなもの、引っ掛けるところですね、それが欲しいですね、この辺にと、まあこういう風に上を一回一回こういう風に通す手間がなくなっていいのかなと、ちょっとくるっとした金具があればここにこう引っ掛けて簡単にできるんで、それはぜひここにこの辺につけてほしいです。はい個人的な希望です。はい、オーレックウィングモア WMC747 の紹介でした。それでは。